は現在あの大手のグローバル自動車メーカーの南アフリカで駐在員として働く傍ら、 IE ビジネススクールのエグゼクティブ MBA の無事にあの終了されておられます。まずはあのですね、初心者向けに EMB とは何かということと、あの IE ビジネススクールの EMB の特徴についてちょっと簡単にご解説をお願いします。エグゼクティブ MBA は基本的に働きながらがベースになるので、あるのはパートタイムとかオンラインが基本的にはメインになります。であの MBA みたいにフルタイムって言われてるんですけども、あの現地に行ってあのどっしり座って1年間2年間勉強するというコースは基本的にはないというのがエグゼクティブ MBA です。でエグゼクティブとつくので役職が高い人じゃないと受けられないのかというところがパッと浮かぶと思うんですけど、実はこれ違うんですよね。募集要件であるとすればですね、あの就業経験があの長いことなので、例えば僕の IE ビジネススクールでは、あの申し込むのにはあの10年以上の社会人経験が必要ですというのがあります。なので必然的にあのやっぱり歴だとか役職は高くなるというのは事実ですけども、それが要件ではないというところがまず一つ目です。でプラスあの10年以上と言っときながら、あの海外の MBA って結構ネゴシアブル、あの交渉可能だったりするので、例えば8年7年だとしても他のところが優れていれば入れるというところもありますと。年齢もですね、MBA はだいたいやっぱり27、8からやっぱり35、40ぐらいまでが結構ボリュームゾーンになってくるんですけども、EMBA はそういった関係からですね、一番若くても30歳で、やっぱり上の方だとやっぱり50代をやっぱりあの超えてくる方もいらっしゃるので、あの非常に多様な年齢層です。で、職種に関してもすごく多様で、あの僕みたいに大手のメーカーで、シニアマネージャーですとかジェネラルマネージャーをやってる方っていうのもいらっしゃれば、それこそあの自分で事業を立ち上げてるあの CEO の方ですとね、まあ、そういった方もいれば、ちょっと中規模のところでチーフマーケティングオフィサーとか、あのチーフファイナンシャルオフィシャーとか、まあ、そういったことをやられている方もいらっしゃったり、あの本当にスタートアップをバリバリあのやられている方とかもいらっしゃいます。IE の EMBA の特徴なんですけれども、IE ビジネススクール自体がですね、このアントレプレナーシップ、起業家育成をですね、あの一番メインに置いておりまして、あのそれは本当に EMBA にも引き継がれています。大体あの計算したら4分の1から3分の1程度がですね、あのアントレプレナーシップに、一応割かれていて、あの最終試験もですね、あの論文ではなくて、あのビジネスアイデアをですね、実際の講師であり実際の起業家であるあの講師陣に最終ピッチですね、プレゼンをやると。でこれもかなり本格的に、もうあとはあの OK もらったら実行するだけレベル の、 あのビジネスアイデアをやるので、かなりストイックにあのやります。プログラム自体はその20ヶ月のようなんですけども、あのちょっと全体像なんですが、1学期は何学期で構成されていて、まあ、この学期は必須科目はこれこれと、選択科目はこれこれを勉強する、で最後の学期は、まあ、先ほどおっしゃられたその企業のプロジェクトの学期になるということでありますが、プログラムの全体像はどんな感じになってるんでしょうか。実は僕が受けたちょうど2年前っていうのがですね、実は15ヶ月のプログラムだったんですよ。そこをベースにちょっとどう変わったかっていうのを、まあ、ウェブサイトを見たりとか、あの友人に聞きながらちょっと補足してきます。まずですね、15ヶ月の中であるのが、一応タームが3つありましたと。で、タームが3つあるんですけど、それこそ一番初めと、あの真ん中と、あの卒業式の最後の週がですね、あのインテンシブウィークということでですね、あの1週間から10日現地に行って、あのオンラインの、あの生徒たちですね、クラスメートと顔を合わせながら学ぶという期間が一応3回あります。で、それ以外はですね、あの3ヶ月から4ヶ月ごとに進んでいくんですけれども、あの一応1学期はですね、結構基礎科目ですね、それこそ経営に必要なあの科目をですね、まんべんなくやっていく、マーケティングですとか、その財務会計の基礎ですとか、あの、まあ、オペレーションストラテジー、まあ、そういったものを一通りやっていくというのが1学期です。で、2学期はですね、まあ、それのもうちょっと深いところに入っていく科目を、ファイナンシャル&アカウンティングのちょっと中級編ですとか、デジタルマーケティングだとか、そういった細かいところを結構やっていくというのは2学期になります。この後1ヶ月実は夏休みがあってですね、でその間はですね、あの授業はないんですけれども、あのライブの授業はないんですけども、オンラインで学ぶ授業がありまして、それも一応必須ですね。統計学とかあのビジネスをスケーリングするっていう授業があって、それをあの1ヶ月の中でこなさなきゃいけないので、実質休みじゃないんじゃないか説もあるんですけど、はい、それがあって、で最後の学期はですね、最後のセールスピッチに向けてあの個別の活動がすごく多く、授業はそんなにあの、まあ、1、2科目ちょっと続くぐらいで、あの本当に最後はその最終ピッチに、注力するという形になります。
で、先ほどおっしゃっていただいたそのエレクティブ、あの選択科目はなんですけれども、それ実は15ヶ月プログラムには今ないんですよ。もう全部必須科目でこなしていくというのが15ヶ月なんですけれども、現在はそのターム3つが今4つになってですね、あの選択授業も取れるようになっているという期間もあるみたいで、あのそこがですね、多分一番ちょっと過去と現在の大きな違いなんだと、はい、今聞いております。先ほどあの現地に行かなきゃいけないというお話もありました。あとオンラインで授業もあるということで、これって決まった時間にあのズームディスカッションとかあの参加することを求められたり、はい、あのその現地に行かなきゃいけないので、まあ、仕事で有給を取らないといけない状況になったりするってことはやっぱりあるんでしょうか。はい、あの VC ですね、ビデオカンファレンスの時間はもう毎週決まってます。僕の時はですね、土曜日週末のスペイン時間、9時から12時か1時ぐらいなんですね。であの基本的に授業が2つ同時並行で進むんですけれども、1つの授業は1時間半で30分休憩を挟んで、もう1個1時間半というのがスタンダードでした。で週1回そのビデオカンファレンスだけなのっていうところなんですけど、実はもう1つあってですね、あのオンライン独特なんですけども、その平日月曜日から木曜までがフォーラムというのがありまして、それこそインターネットの掲示板みたいなのがあの専用でありまして、あのビジネスケースを読んできて、そこの掲示板の上で議論をするという形になります。でその1日1回から2回、多いときは3つですね、教授が質問を掲示板に投げかけるんですけど、そのビジネスケースとか課題に基づいたその回答をですね、その学生があの打ち込んでいく、で掲示板上でライブで議論すると。でそれこそ24時間 24/7 月曜日から木曜までずっと続いているので、参加回数ですとかその発言の質をあの成績であの大きく評価されているという形になります。まあ、仕事をされながらということなんですが、基本的にあの今おっしゃられたことは平日に夜とか休日に必死こいてこなすという感じだったんですか。その掲示板に打ち込むのもやっぱり 朝方か夜方の人に結構分かれちゃうんですけど、ざっくりですけど、あの平日はやっぱり1日2時間から3時間ぐらいは必要だったなっていう感じでした。その掲示板に書き込むのも結構あのビジネスケース読んだ上 で考えて、であの自分の考えを出すので結構それに時間かかるっていうのと、あとやっぱりどうしてもグループワークですね、それこそそのライブ授業向けにプレゼンテーションがあったりとか、個人課題であのレポートを提出しなきゃいけない時とかは、同じその平日の週にやらなきゃいけないので、まあ、そういったのやっぱりかぶってくると、なかなかしんどい週もやっぱりありました。はい、期末試験みたいなものはあるんですか。はい、結構授業によるというところがありまして、最後に授業があるのは結構財務会計だとか、まあ、そういった数字を扱うような知識を試すようなものに関しては、やっぱり期末の方に試験があって、でその点数が成績にそのまま直結するっていうこともあれば、それこそテストは全くなくて、そのレポートのクオリティですね、個人課題がそのテストみたいになって、その内容のクリエイティビティだとか、その明確さだとか、授業のフレームワークを使えているかっていうところが評価になるような、あの個人課題で置き換えられているものもあるので、結構授業によってまちまちでしたね。でちょっとクラスメートのに関するご質問させていただきたいんですが、具体的にどんな国籍の方がおられて、あとどんな職業あの職種の方が多かったでしょうか。ダイバーシティワールドで実は偏りがありまして、やっぱり場所が欧州かつかけるスペインということがありまして、まず欧州に近いというところ軸が一つと、あとスペイン語圏というところがありました。国で言うとですね、やっぱり中近東と欧州は多くて、ドバイに住んでる方、サウジに住んでる方、でもあのヨーロッパの各国の国々ですね、やっぱり特にスペインですとか、あと東欧系の方も結構いらっしゃいましたね。っていうあの軸が一つと、あとイギリスもかいらっしゃいましたと。あと意外に多かったのは、やっぱり南米ですね。でスペイン語圏の南米の方々もかなりいらっしゃったっていうところと、まあ、それこそアジアも一定数いましたね。それこそ日本人も結構多かったですね。全部で70人いたうちの5人が日本人で、まあ、それこそマレーシア、インドネシア、まあ、そういったところから来られている方で、実はこれ不思議なんですけど、インド人の方って70人中1人しかいなくて、中国人の場合僕ら1人もいなかったっていう、そんなことあるんだっていう、それちょっと愛7不思議の一つなんですけど。学費なんですけど、エグゼクティブですから、ちょっとなんかあの値段が高そうなイメージがあるんですけども、あのおいくらだったんでしょう。僕の場合ズバリですね、日本円で言うと750万円ぐらいでした当時。 MBA との違いも調べたんですけど、約2割
から3割ほど高くてですね、オンラインの MBA が600万から650万だったので、まあ、それよりは100、150万円ほど高かったというのが当時です。2年、3年前。今これがまた20ヶ月になって大きく変わってるんですけど、EMBA がですね、今1000万ぐらいいっちゃってるっていう話をちょっと聞いてですね、一説によると、その MBA との差よりも、他のトップ校との EMBA との値段を一応比較して値段設定していると。なので今1000万ぐらいいってるという話を聞きます。やっぱりあの学費が500万を超えてきて、まあ、1000万近くなってくると、あの支払い方法ですね、あのカップ払いと か、なんかどんなあの支払いオプションがあるんですか。あと奨学金とかはあるんでしょうか。支払いオプションなんですけれどもあります。でもこれってなんか本当にオプションかっていう感じだったんですけど、僕の時はですね、あの入学前にあの全額振り込まなきゃいけなくて、1回で振り込むか、それこそ確かあの3ヶ月にわたって振り込むか、例えばあれだと入学前の6月、7月、8月の3回、この3回って意味あるのって、その3ヶ月でその100万、何百万って到達できないけどっていうようなプランだった記憶があります。で、ただここってやっぱりネゴシアブルでして、やっぱり今、為替が変動しすぎちゃって、当初思ってた金額払えませんっていう方がいてですね、そういった方は結構学校と交渉しながら、あのもうちょっと先に伸ばす、その始まった後に支払うっていう方もいらっしゃったっていう記憶があります。ちょっとこれはあの定かじゃないので、どれだけできるのかっていうのは、本当に個人と学校の調整によるところなので、一応そういった支払いオプションがあるというのが、IE でした。で、奨学金もですね、これ実は大変充実してて、誰もがアプライできる奨学金のリストが多分20から30ぐらいありまして、で、その中から3つ選んで、アプライできる。でそのアプライするときに、それこそモチベーションレターみたいなものをですね、書いて、なぜ自分はその奨学金を得るにふさわしいのかっていうレターをですね、書いて、それに提出すると、その自動的に1ヶ月後、2ヶ月後ぐらいに、これに合格しましたとか、あなたはダメでしたっていう結果が届くというのがあります。ざっくりですけど、結構みんなもらってますね。少なくともやっぱり100万近くから、多い人は学費の半分出してもらったっていう人も、はい、います。で結構もらえるようですよ。最後にですね、これからの受験生向けに改めて IE エグゼクティブ MBA のメリットと、あと、まあ、デメリットで、まあ、それぞれ教えてください。まずいいところなんですけれども、やっぱりそのアントレプレナーシップというところに重きを置いているというところで、これ僕特にですね、日本人の方にお勧めしたいんですけれども、これから管理職になっていくですとか、それこそ先が見通せない時代になっていく中でですね、日本人ってどっちかというとマネージメントにすごく強い、いわゆるその管理する方にめちゃくちゃ強いんですよね。物事が計画通り、期待なく進んでいるか、まあ、そういったことにものすごく時間をかけるし、得意である分野である一方ですね、事業を引っ張っていく上でもう一つ大事な点っていうのがですね、ゼロから1を作る、それをですね、ドライブしていく、その大きくしていく、まあ、こういったものっていうのもその同時に必要になってくると僕は思ってますね。僕もそうなんですけど、管理はすごく得意なんですけども、新しいアイデアを作っていくとか、そういったものをドライブしていくのはすごく苦手なタイプだったんですね。で、それをですね、IE っていうのはどっちかっていうと提供してるし、その学べる場だったりするので、転職市場ですとか、まあ、そういったところですごく強い差別化になります。ただ、座学で学んで大丈夫、それだけじゃないのっていう話もあるんですけど、それは実は最終ピッチでやるようなレベルの、まあ、新規事業提案っていうのは、実は僕社内でも任意でやるその新規事業提案プロジェクトがあったんですけれども、それって実は IE で学んだことをそのまま会社でも全く同じことをやってたんですね。イコールですね、IE でやってることっていうのはその社会でその現場で通じるようなことだったりするので、本当に実務と全く同じなので、もう僕も転職活動したときに堂々と新規事業ですね、の模擬じゃないですけども、ほぼ同じような経験をしたことがありますっていうふうに言い切ってましたし、今のような説明をしたら、面接官の方もなるほどねっていう方で納得してくれたので、すごく自信を持っていいところだと思います。まあ、あと改善してほしいところっていうところはですね、やっぱりアドミニですとか、フォーラムの流れだとか、そういったところはやっぱりその日本人のちょっとオペレーションをすごく担当している身からすると、もうちょっとこう、なんか効率よくできないかなっていうところがいくつかやっぱりあったりしたりですね、あと現地に行くときの、当時はコロナの対応があったときの、そのプロセスがもう本当に複雑すぎて、もう何をしたら校舎の中入れるのか全然分かんなかったりするので、まあ、そういったちょっと明確でシンプルなにしていただけたらちょっと嬉しかったなっていうのは当時あるんですけれども、それ以外はものすごくこう、負荷のバランスもすごく
上手で、で学べることもやっぱりユニークだったので、総じて費用対効果っていうのはすごく高かったなっていう MBA でした。